中村豊中村豊中村豊た6月18日体トレーニング栄養リカバリーという体を作る三大要素を軸にアスリートマネジメントを行うフィジカルプロジェクトを提唱運動から体調管理ひいてはモチベーションも含めた心理体の健康をテーマに掲げアスリートのマネージングをしている米国を拠点に世界中へ幅広いネットワークを持つ フィジカルトレーナー。初の日本人指導者として、グランドスラムシングルス優勝者に貢献。東京都町田市出身。小学生から町田玉川少年野球で野球を始める。中学生からテニスを始め、霧光学園高等学校へ進学しテニス部に入部。同時期に湘南スポーツセンターへ、テニス留学。アルバロベッタンコ、トミー・トンプソン。 桜井人志人などから指導を受ける。同アカデミー卒業後、カリフォルニアのジャップマン大学へ入学。カレッジプレイヤーとして、テニス競技を続けながら、運動生理学、スポーツサイエンスを学ぶ。アメリカンフットボール、ベースボールチームの学生トレーナーとしても活動。同大学卒業後、ムスカ全米ストレングスコンディショニング協会の会員、CSCS CS、ストレングス コンディショニングスペシャリストの資格を所得。現在は、X の XPC の資格を持つ。1998年、サドルブルック・ハリー・ホップマンテニスアカデミーのトレーナーに、就任。アルバロベッタンこと、ジュニア育成プログラムを遂行、プロプレイヤーのフィットネスを担う。2000年、ジェニファー・カップリアティの専任トレーナーとして、グランドスラム、フェドカップを含むツアーに帯同。 2004年、森田ーキテニスファウンドのフィジカル、トレーナーとして、当時14歳の西小利家の指導に携わる。米沢トールコーチと将来の西小利家の、ブループリントを築き上げる。2005年、ニック・ボロテリーの勧誘を受け、イムグアカデミーのトレーニングディレクターに就任。フィジカルトレーニングのヘッドとして、フルタイムのプログラミング、イムグエリートプロ選手、マリア・シャラポは、 マリー・ピエルス、トミー・ハース、西コリ・ケイを担当する。2010年、オーストラリアのテニス協会トレーナーに就任。バーナード・トミックのツアーに帯同。また、オーストラリア・デビスカップチームの一員、コンサルタントを務めた。2011年11月、マリア・シャラポワの専任フィジカルトレーナーに就任。2018年までの7年間、彼女のキャリアをサポートしていた。 全仏オープン2回優勝、世界ナンバーワンへ帰り咲いた。2014年、米国女子ゴルフループが、ジェシカ・コルダのフィジカルプロジェクトをスタート。2015年、第29回 TTC テニス指導者のための、スポーツ科学セミナーとして、テニスアスリートテニスのアスリート化をテーマに、全国ツアーを実施。このセミナーは、文部科学大臣認定事業であり、日本体育協会、 日本テニス協会、日本プロテニス協会公認の指導者講習会に位置づけられている。2016年から2019年まで、森田正明テニスファンド、森田正明テニスファンデーション、MMTF の顧問から、同ファンドの選手育成、も月慎太郎に携わっていた。2018年から2020年中旬まで、米国フロリダ州のイムグアカデミーテニスアカデミーのヘッド、 ストレングスコンディショニング部門の総括を務め、同アカデミーのプログラミングからエリートプロ選手の指導を、指導者育成に取り組んでいた。2020年6月から大阪直美選手の専属のトレーナーとしてツアーに帯同している。同年9月に全米オープン優勝を果たし、大阪は3度目のグランドスラムの栄冠を手にした。2021年2月、大阪直美選手は 全豪オープン2回目の優勝を果たし、通算4度目のグランドスラムの栄冠を手にした。中村はチーム、ナオミの一員として2度目のグランドスラム獲得に貢献した。ありがとうございます。